おおおおおおおい、おふざけ。しゃがんでるのかスライディングできない。やばい、これ殺されるマジでやばい。死ぬ。イエーイ。ジュージュー。やばいこれ、あ、ありがとう、ありがとう。え、なんか奥様方。さあ行きましょう。あ、ちょっと待って。どうしたの？直していただけますか？あら、いいわよ。じゃあちょっと、タンポポちゃん、じゃあちょっと血出てくる、はい、この子。はい。ちょっと待って、サンクチュアリ。タンポポさん。はい。今体験中です。タンポポです。そう、なんかね、私に憧れて、なんかこの救急隊体験したいって言ってるらしくて。え、そうなんですよ。そう、推しなんで、太鼓さん。そう、将来有望なのよ、この子。そう、私推しなんで。え、なんか事故っちゃったの、その子と。いや、あの子は多分別。あ、別なの。はい。院内治療ですか。そう、院内、怪我なんだっけな。怪我治療。怪我治療。そう、怪我治療。はい。で、さ、これ。僕なら、おはよう。おはよう。あ、私じゃなかったわ。え、全部私に対して話しかけてるのばっかり思うから。おはようございます。ルナ、おはよう。おはようございます。え、なんかイメチェンした？え、わかります？そうだよね。ちょっと前髪切りました。大丈夫？あ、いや、ちょっと切りました。2センチほど。あ、ちょっとじゃあ、一旦お話よろしいか、ジョーカー。あ、いいよ、全然。いや、そういうのないんだけど、その、警察と銃創があったって聞いてるんだけど。銃創？そうそう、結構大したジョーカー。何があったんだ、ジョーに。やめて、匂わせ。事情聴取として、本書見て、聞き込みしたいんだけど、大丈夫？全然いいけど、そんな、ひまりそうなことじゃない。直で遊んでただけだね。直系で遊んでた？うん。なるほどね。直系で撃たれた？うん、直系で普通に本当に何もないよ。撃たれただけだから。遊んでただけだから。誰が撃ったんだ？ハゲなんかもう、誰が撃ったんだ？誰が撃ったんだ、ジョーカーを。一番右のハゲとかね、ボイダちゃんって。ハゲが撃ったの？油撃ってるから。面白選手。帽子脱いでください、帽子。え、ちょ、話してほしいか。え、ちょ、待って、本当に知らないんですけど。え、じゃあ、ジョーカーもちょっと捕まえてくれ、レッサン。え、ちょっと待ってください。え？ちょっとジョーカーと何してたか聞いてもいい？いや、僕、先に病院行ったんですよ。サンクチュアリ太鼓さんに聞いてください。匂わせまでして。同じ服着てるけど。いやいや、これ、後から来て勝手に俺に罪なすりつけて。ちょっと待ってくださいよ。一緒に服買いに行ったんですよ。あ、じゃあ一旦ジョーカーの証言が君って言ってるから、一旦ちょっと手荷物検査させてもらう。ちょっと手錠は、え、ちょっと待ってください。そんな国家権力。ああ。銃刀法違反。え、ふな。え、ちょっと待ってください。普通にこれ、お、え、国家権力すぎません？これ国家権力って通報があって我々来たんだぞ、うん、え、僕関係ないんですけど。関係なくても、その犯人かもしれない人間が君が撃ったって言ったから一応。それでいきなり手錠されるんですか？そう、見れないからな、手荷物が。うん、そうなんだよね、見れないんだよ。その全然言ってくれたら任意同行したんですけど。そう、でも、君どっちにしても銃刀法違反やね。いや、多分これは結果論じゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。これは俺納得できませんよ。これ、ちょっと僕、許せないですよ。やっぱ僕、警察の方にはやっぱリスペクトがもともとやってたんであるんですけど、ちょっとこういうことされるとちょっと僕としてもな、ちょっとリスペクトもできないな。警察はやるぞ。自分の命が危ないから。いや、僕の銃を持ってるかもしれない人間が、いや、僕のことを世話してくれた先輩はこんなこと知ってませんでした。病院の前でやるのは良くないから、本所でやりましょう。なんかとりあえず何か不服であれば、じゃあ警察に連絡してお問い合わせしてくれ。お問い合わせする暇なかったじゃないですか。今圧倒な警察業務やってるだけだからな。ちょっと待ってくださいよ。文句があるなら問い合わせてくれ。問い合わせって何ですか。僕問い合わせする時間がなかったんですけど今。いやいや、この後だ。
え、いやいや、手錠された後に問い合わせって何ですか？いや、君は逮捕だ、いいか？君は法律違反をしている、だから逮捕している。ちょっと待ってください、その、手錠が先でしたよね。あれはどういうことですか？手錠しないと手荷物検査、職質だから。いや、だからその手荷物検査していいですかもなかったじゃないですか。いや、あのジョーカーが君に撃たれたって言ってたから。え、じゃあ、あなたはあれですか、その怪しい犯人がこの人だって言った瞬間にいきなり手錠して、誰が何だろうと、いきなり。何もなければ手錠は解放するよ、もちろん。え、何を言ってるんですか、あなた。容疑者だからね。え、やばいですよ、本当に。何を言ってるんだ、君は。いやいやいや、何を言ってるんですか、本当に。話が、拉致があかんぞ、これ。いや、拉致じゃなくて、え、ちょっと待ってください。一回法律の確認をした方がいいと思いますよ。いきなり手錠する人はいませんよ、警察に。何を考えてるんですか、あなた。いや、俺もいきなりは手錠しないよ。君は容疑者だから。いやいやいや、絶対僕の人見てやってますよね、それ。人見てやってます。不運だから、手錠しましたね。これ、もし、手錠、じゃあ、真城先生だって言ったら捕まえるんですか、いきなり。あのな、警察に対して警察のあり方を君が問う必要はない。もし、俺のやり方が服であれば、警察に問い合わせていいか。いやいや、ちょっと、ボイラさん。普通に、やばいですよ、これ。何がやばい？その、まず。やばいって、君が。いや、ちょっといいですか、一回ですか？俺に言うな。一回いいですか？まず、その問い合わせうんちゃらに関しては、もう、僕、いきなり提唱されたんで、まずできないですし、そもそも。だから、この後だよ。この後。問い合わせで俺のやり方が間違ってるんであれば、俺は君がやったことに対して、もちろんその、まあ、裁判なりなんなり。どうしたんですか、一体。どうしたって何がどうしたの？なんか、あったんですか？様子がおかしい。何言ってるんだ、全くわからない。いやいや、ちょっと冷静になって考えてください。冷静だぞ、俺は。まあ、その、結果的に確かに僕は悪かったかもしれないですよ、その銃刀法違反。してて、それでも結果であって、その、ここに至るまでの過程がおかしくないですか？何もおかしくないけどな。いやいや、おかしいですよ。いきなり手錠ですよ。君に警察のあり方を問われる必要は全くない。二人とも意見が割れちゃうから、一旦離れた方がいいんじゃない？問われるっていうか、あなたは別に警察代表ではないですよね。だけど君に警察のあり方を問われる必要はないよ。いや、だから君が一市民としてここに住んでる以上やっぱ法律守っていただきたい。法律守っていただきたい。法律守ってね、手順を踏んでいただかないと。だから君が銃を持っている可能性があるから手順を踏むのは当たり前じゃない？裁判します？裁判します？いいですか？いいんじゃない？やってみたい俺一回。絶対勝てる自信がある。別にいいけど。ほな裁判する？やるやるやる。うん、しな。やりたい。じゃあ、うん、ボイラさん職質したの？あ、職質した。職質しないされてないです。職質っていうか通報があって言って銃創があるって、うん、ねえ、ジョーカーに通報が入ってて、でジョーカーにお前誰に銃撃たれたんだって言ったら、うん、フーナフナって言ったから、うん、フーナフナに手錠かけて君撃ったの、うん、って聞いて手荷物検査して銃とアーマーが出てきたから逮捕した。で、彼は、銃刀法違反で捕まえた。そう、銃刀法違反、ね。めちゃめちゃ嘘言ってますけど、大丈夫ですか？嘘？はい、じゃあ、君視点、どうぞ。まず、この人は、僕って言ってないです。まあ、指を刺したね。後ろに真城先生がいたんで、僕確認したんですよ。真城先生ですかって。そしたらいきなり手錠されて、勝手に、僕を犯人扱いされて、まあ、結果的に確かに銃は持ってましたけど、うん。そのことに関してはどうですか？順番が違うんじゃないですか、まず。フナとは言ってないね、確か俺は。そうだよね。言ってなかったよね。俺の記憶が正しければ。うん。指は刺した、確かに。方向にね。で、後方に真城先生がいたので、その可能性の線もあったのに、なんで僕って断定してるんですか？やっぱ人選んでるんじゃないですか、そうやって。警察のあり方って何ですか？救急から通報が入ったんだよ。うん。だって。はい。で、君とジョーカーは同じ服着てて、まあ、一緒にいたから、まあ、その関係性があると。銃を持ってる可能性があるし、危ないからね、こっちも。という持ってる男が、野放しになってるのは。でも持ってるかどうかって、あれじゃないですか、まだ。僕は今、その、ボイラさんが来た段階で僕が持ってたら、ね、はい、僕、ね、手に持ってたら、それは確かに、もう逮捕っていうか、もう手錠かけるのはもう当然だと思うし。あのね、裁判でいいよ。もうあまりここでね、俺も話し合うつもりないから、これは警察のあり方に対して君に
言われるのもどうかなと思うから。何なんですかその警察のあり方っていうか、その手順はおかしいでしょっての、警察の手順がおかしいってことを言いたいんでしょ俺の。はい、僕が警察にいた時となんか違うんですけど。君が警察にいた時は知らん。知らんって何すか。ふなくんはね、はい、多分なんか感じたんだろうけど、はい、多分本来の手続きだと一旦通報が入って警察が来て重症患者がいるっていうので行って、はい、で対応してるからそれに対して不服なんでしょ。そうですね、僕は別のタイミングでいたので病院に。うん、だから一旦は警察は通報ありきでそれで対応してるから、その対応に、まあ、不当な対応だってことであれば、まあ、そこに対して裁判を起こすことはできるから、はい、まあ、一番はくずしろさんの方に多分言っていただくのが町だと、裁判官やってる。なるほど、裁判でいいよ。あんまり俺もね、あんまり言い合ってももうこれ言えないから、終着点ないと思うから。僕5時間でもできますけど。お時間あります。それはもういいかな。え、何かあれば裁判で決着つけよう。なんかめんどくさくなってないですか。めんどくさいも何も、だって、え、決着つくのかこれ。もう全然つかなかったら、俺は別に手順間違えてない、真っ当だと思ってるし、君は俺の手順が違うと思ってる。警察としていきなり手錠されるのはおかしいって。警察としてってか法律的にじゃないですか、この町としての。法律的に、はい、俺は自分が、はい、自分が正義だと思ってる。いや、危ないってなんすか。銃を持ってる可能性がある人物に対して危ないと思ったから手錠をかけて、まずはお話を聞いた。それがおかしくないですか。あ、裁判でいいよ。いだから俺も折れるつもりないから。いやいや、折れるとかじゃなくて、その時点でまず認識としておかしくないですか。俺はって話してますけど、今その俺はの話してないんですよ。この町の法律に関しての話をしてるんで。この町の法律に手錠をかけてはならない、まあ、あんまり話したくないかな、そういうのって。話せない。そうですか、ちょっと難しかったかな、ブラさんには。まあ、で裁判でいいよ、本当に。あんまり話し合っても拉致が開かないから、うんうん、多分ずっと平行線だから。まあ、そうですか、うん、多分変わんないと思うよね。めんどくさいとかっていうよりかは、そのなんだろう、君が言ってるのはあんまり話せない内容というか、わかるよね、それは。その法律がって言ってるから、このままあまり話したくないから、裁判でいいんじゃないって。あんまり話したくないっていうのは。じゃあ可能性があったら、そういう測定上は警察はしてもいいっていうことなんですよね。銃持ってる人間がいるかもしれないから。かもしれないで手錠をかけてもいいってことですよね。手錠かけるよ。ああ、なるほど。わかりました。まあ、それだけ聞けたら全然、うん、ありがとうございます。うん、なるほど。じゃあ不服であれば裁判訴えてもいいよ、くずしろさんかなんか、うん、まあじゃあその意見は変えないでくださいね。変えない変えない。はい、お願いします。うん、裁判するの、はい、え、やってみたい俺。まあでもするまでもないけどな、こんなん。それはご自由に。詳しいじゃあ日時とかまた。まあそんな大掛かりじゃなくて、簡易的な裁判は、いや、僕の中では簡易的じゃないんで、全然。これはかなり、はい、この町でかなり重要なことだと思うので。はい。その、ボイラさんが言ってることは警察の方の相違じゃなくて、もう個人の意見ってことですか？相違ですか？相違かどうかはわからん。いや、それははっきりしてください、今。そこ濁されたら。それは警察全体会議しないことには、なんともならんな。あなたがやった行動ですよね。それを警察の方が責任として相違として取るかどうかっていうのは。でも命に危険がある場合はそうやって拘束するのは当たり前だと思うよ。まあだから相違ってことでいいですか。じゃあ相違ってやったら主語がでかいから、だからまあ裁判でいい。でかいって。いや、その裁判でいいはまた話が別なんですよ。裁判で白黒つければいいんじゃない、別に。それはなんで今言えないんですか。自分勝手すぎないですか、それは。君に別に言う必要はないかな。いやいや、あります、あります。ないと思うけど。いや、弁護する。え、だって今から裁判するんですよ。え、だから裁判で白黒を別に決めればいいんじゃない、それは。え、俺の言ってること、なんか間違ってる。結構、間違ってるっていうか、まあなんか普通に答えてほしいのに、なんかはぐらかされてるっていうか。今、君にその警察のあり方を答える義務はないし、はい。うん。
その場その場で警察官が取る行動って多分違うと思うのよ。その人が危ないと思うかどうかってその人の個人の裁量だと思うから、だから危ないと思ったらそのいきなり手錠かけてもいいってことですよね。まあ俺は手錠かけるね。俺はじゃなくて、いや聞いてるんですよ。いやだから答えてよ。あんた結構その危ないか危なくないかっていうのは個人の裁量だから。あんたいくつですか、警察の中のランクで言ったら。僕は4だね。4って結構上ですよね。上官では。上官ってことですよね。上官の方がそういうことしてるってことは、まあもう、警察組織として見られてもおかしくはない責任がありますからね、あなたには。上司としての。うん、君に問われる必要は一切。問われるとかじゃなくて責任がありますよっていう話を説明をしてるんですよ。裁判で、裁判はしますよ、俺ね、もうこれ以上、ここで話すつもりはないから。難しいですか、ちょっと内容が。お引き取り願います。で、また、こういうことから仕掛けたのに。定常するよ。ちょっと難しいかな。まあ、わかりました。じゃあ、引きましょう、ここは。すいません、ね。こんにちは。こんにちは。ああ、これね、裁判って形になりますから。あの、ボイラさん。はい。ボイラさん何ですか、あの、裁判っすかこれ、本当に。裁判じゃない、俺はしてもいいかなって思ったけど。まあ、こと自体はすごい小さいけど。僕は別に裁判。日常茶飯事にある、これで裁判をすると警察はいっぱい裁判をすることになりますよ。でも、彼が納得してくれない。まあ、謝罪があれば別に僕は今回は。謝罪？はい。謝罪するつもりはないよ、僕。まあ、じゃあ戦いましょう。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？いいんじゃないですか、まあ。ボイラさん、僕はだってボイラさん、ボイラさん、あの長いっすよね、ボイラさん待ちで長いっすよ、ね、長いですけど、そのはい、それで戦いになった結果白市民がどうなるかとか考えてます、ボイラさん。ちょっとね、よくないですよね。これでも僕折れるつもりないですよ。いや折れなくていいと思うんですよ、考え方的にはね、別に、うん、ね、フナもね、ギャングだし。ボイラも警察だし、うん、ね、フナも昔警察体験行ったでしょ。そうね。ね。で、折れる必要ないと思うんですよ、別に、お互い。はい、はい、はいはい。それは街にいる時の生き方が違うから。ね。ボイラさんもずっと警察じゃないですか。はいはい、犯罪者がどうやって。だから、その僕はギャングは壊れって別に言ってないし。わかんないじゃないですか。はいはい、だけどね、これで裁判ですか、これで賞を戦うとかなるんすか。じゃあどうすればいいんですか、これ。もうそれはもう、ごめんなさいっていうか、ごめんなさいというかさ、ごめんなさいじゃなくない、そう、ごめんなさいっていうか、あれで、ね、やりすぎちゃいましたぐらいの、やりすぎちゃいました、あのやりすぎちゃいましたぐらいの言葉をいただければ。いや僕ね、普段ずっとこれやってるんで別になんか自己中だな。犯罪者はこうあるべきとは僕言わないけど、もし僕がそっち側の立場であるな、何クソあのハゲまたあったらぶっ殺してやるぐらいいいんじゃないのかなと俺は思う。まあ俺はでも、まあ今関係ないですけど、そういうなんかその一貫してんの俺は好きっすよ、ゴイラさんの。まあでもなんかそれとこれとはまたちょっと今回俺別だなと思ってるんで、ちょっともうちょけぐらい許してくださいよ、簡単に言うと。ボイラさん、まあ、OK なら許してください、まあ、だって、あ、お前それで言ったらお前さ、僕がさ、メキーラさん人質取った時長期で犯罪見逃してくれたじゃん、あれはどうなんの。今回、通報があって我々言ってるんですね。それで言ったら、お前長期で心なき殺した時、まあ心なきは守んなくていい対象って言ったらどうなんだ。知らないの、話題出てきた。僕別にそれについてねえ、今だからこそ言うけど、それについて警察に対して何か言ってるわけじゃない。それはチョケの範囲だから。私がそのチョケかどうかは、うん、その、わからないですよ、それは。だって、通報を受けてきてますから。本当に思ってることですか、ミノリさん、ボイラさんが。本当に別に、メキラさん人質取られたら、メキラさんの名前出したら見逃してくれるし、まあ、心なきも殺してくれるって、それは、ね、でも、チョケの話出すんだったら、ようとしたらチョケの話を出すんだったら、ギリチョケじゃないですか、これも。だってチョケの話を出すなら、はい、多分、誰も警察とやれなくなります。そう。だから、もうそれはさ、
もういいんじゃないの、こういう揉め事は。別にもうチョケとしてやったでしょ。違う違う、逆にチョケの時はチョケで対応してる、うん、今回ボイラさんはこれを真面目に対応してるから、それはそれで裁判でいいんじゃない。こっちはチョケだったんでしょ、ホッタンは。いや、それわかんないじゃない。まあまあまあ、まあ、確かにわかんないけど、それはお互いわかんないでしょ。ボイラが心なきを殺したに対して、それチョケで別にいいって言っても、僕は本気で思えば本気で話しに行って、あのボイラを裁判にかけてもいいって話。いいんじゃないですか、それはそれで。いいんだ。だって裁判に関してはそもそも、だって誰もが出るじゃないですか。行きづらくないですか、もうマジ。そしたら多分正しいのミンドリーさん、あ、ドリーさんっすけど、あの、行きづらくないですか、普通に。お互い汲み取ってこそのじゃないですか。どこら辺のライン。すみません、なんか大事になっちゃった。いや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 、まあ、すいません。まあ別に多分それぞれの考えあるから、はい、一旦はこのそれぞれの考えを主張して、僕たちは何も言わないで、二人が裁判するの裁判するっていいと思う。裁判やります、うん、じゃあ、あんまり頑張ってください裁判。外野があんま、いや、なんか結果がどうなっても俺はいいと思うんだけどな。別に僕も全然裁判いいと思う。俺も警察として正しいと思ってやってるから、その裁判で逆に白黒つけてくれた方が俺も納得できる。俺がやってることが違法性あるんだったら、裁判所がそれはダメだよって指摘受けたら、俺も今後自分のこの警察としてのあり方を考えなきゃいけないから。わかりました。じゃあちょっと一回持ち帰っていいですか。うん、まあ、そのまたこの話が出るときは多分裁判になると思うから、はい、裁判以外では僕はあまりもう話したくないかな。話したくないかなって、この件についてってことですよね。そう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 。ああ、なるほどなるほど。うん、送ります。また来ます。うわ、やばい、思いっきり思いっきり無面なのに。いや、まあまあまあ、まあ、今勢いで言ったからよかったけど、手錠かけないんだ。そう、まあそこなんでしょ、要は。まあ、いきなりの最近は。いや、俺はそういうこと、そういうこと。左で、そういうことですね。まあそうね、確かに。まあ、これで手錠かけてほしかった、俺は。まあ、まあ、てか、ジョーカーも指さすのもな、でもそれもチョケのラインなんでしょ、いわゆる。まあ、なんか。お前、おい、これ、おめえ、船売ったな。おい、ジョーカー君、船君、売ったか、お前。まあ、売られてはいたね。売ったよな。どう責任取るんだ。まあ、ジョニーはもうノーリミットやめるからどうでもいいもん。もうやめるからいいんだ、ギャングボスになるから。そうだよ。違う。そういうことじゃないからね、別に。ありがとね、今まで。フナ、ちょっと待ってくれ。え？フナ、待ってくれ。誰ですか？それは違う。え？違う。いや、まあ、その、言ったら、ごまかして、適当に言ってもよかったんだけど、うん、まあ、なんか、収拾つかないかなっていうところで、指は刺した感じだね。なるほどね。うん。でも、自分の記憶も、ちょっと頑張って思い出したけど、名前は言ってなかったと思う。はい、指は刺したけど。うん、うん。まあ、でも、これ根本をそもそも俺打っちゃってるから。まあ、それは誰も知らないからね。まあ、まあ、確かにね。うん。いや、要は、その、すごい結果論の話をするけど、俺が嘘ついてる可能性もあるから。まあまあ、そうね。そもそも指を刺して、別の人だけどかばってなすりつけてるパターンもあったから、俺もそこは思うけど、やっぱどう行動するかって、やっぱ一回本署に同行してもらって、事情聴取して、確認してから手錠かけるかな、べきかなって俺も思ったけど、うん。その、流れで言うと。まあ、その、でも、うん、俺が言いたいのってそこじゃないから、その誰が撃ったとかの部分じゃなくて、うん、犯罪してない時は要はちゃんと市民として扱ってほしいってことだよね、そのちゃんと。まあそう、やっぱ俺のその、うん、その自分自身の体験からするとやっぱりこう人を選んで逮捕してきたっていうこう感じ取ってしまったから、うん、警察体験もだってやっなんだよね、確かね、うん、でその、うん、なんか、うん、その職質なり、うん、なんかこう一言なんかあれば、まあ俺も別に捕まっても納得いく内容ではあったけど、うん、
まあ俺も無抵抗で終わったからね、あの事情聴取するっていう話だから、じゃあ行きましょうかとは言ったから俺も。なんかちなみにもし裁判をするなら、うん、もう正直絶対勝てる一応証言が一個あって俺、うん、前回なんかで、ね、何かで忘れたんだけどチョキをした時があって、うん、でその間で通報されたのね、うん、多分ね間違ってなかった夏目さんとチョケレで、うん、ダウンして、うん、重曹が入った時に入っちゃったんだけど、うん、その時に、あのハロウィンの装飾で見ましたのが、多分確か記憶間違えたらボイラーなんだよね。で、うん、その時はチョケでなぜか許されたから。ああ、なんかそのケース、うん、その状況とかに応じて変えてるってことだよね、うん、対応を。そうね。俺はその時確か、チョケで許されて別に手錠もかけられることもなかったはずだし、防止もされなかったと思う。遡らないとわかんないけど、確実にチョケ判定された記憶はあって、うん、1週間前ぐらいかな、多分。だから、今回と対応は全然違うっていうところがあるから。まあ、一貫性がないからおかしい話よね。まあ、そこの証言を出すと、まあ、裁判するなら、まあ、絶対勝てるとは思う。その、ずれてるから。一旦ボスにでも持ち帰って話するのはいいかも。まあ、持ち帰りだね、うん、もうどっちにしても、うん。うん。ボスがこれでちょっと、弁護してくれる気になったら、うん、ちょっとお願いして、そうだったらもう次俺見つけたら殺すわ。うん、一瞬玉抜けしていい？あ、いいよ。まあ、わかんない。俺の理想の押し付けなんかもしれんけど。やばすぎ、やばすぎ。どうしたの？やばすぎ、もう。え、どういう話になってる？とりあえず。いやいやいや、やばすぎる、やばすぎる。もう、えぐいって、もう。え？気まずいって休憩タイムのも欲しいよ、もう次、これ。なんか。びっくりした。このアホ野郎が、ボスになるとかほざいてる、こいつが、苦悩を歌って、思ってなんか、顔を見た瞬間、もうだって、ちょっとアクセルから足が離れなくなった。俺の観測者が5万人ぐらいいたらな、測定上なかったんだろうな。悔しいよ、俺。まあ、いや、ボイラはあるんじゃね？ボイラは多分ね、あいつはね、いやマジでね、あいつはね、ちなみにね、あいつはなんだけど、あいつウェスカーさんにもやってんからな、あれ。え、やってんの？え、そうだよ。え、じゃあ関係ないや、ごめんねみんな。そうだよ、ボイラはウェスカーさんにも、あいつはね、やって一回ね、とんでもない大嵐がね、吹いた時あるから。すいませんでした。